主様、お待ちしておりました。驚かれましたか？お忙しい毎日を過ごされる主様のことをぜひ癒して差し上げようと、こうしてお待ちしていたんですよ。さ、遠慮なさらず、今日は私に全てお任せください。ナンバーズで新年会をやるという話を聞いたので、差し入れでも持っていこうと思ったのですが、私が行くと逆に気を使わせてしまいますかね。こたつでのんびりするのもいいですが、こうして外に出るのも悪くないと思いませんか？カイロが欲しい？新たな影の英知ですね。主様は和服にご興味はおありですか？着付けならばぜひお手伝いしますよ。その時はお写真も何枚か撮らせていただければ。主様、和服って歩きにくいんです。よければ手を貸して。え、神社の教義？その時も動きにくかったけど頑張ったんです。この和服をやっとお見せすることができて嬉しいです。だってずっと前から用意していたんですよ。主様に喜んでもらえるかなって考えながら。お正月限定メニューのおしるこ、とても美味しかったですね。あのもちもちの白玉、研究しがいのある食感でした。甘く炊いたあんこにひとつまみの塩、この甘じょっぱいという新しい味は影の英知より生み出されたと聞いています。三つ星商会のおせち料理が評判で、他の店も真似しようと試行錯誤しているようです。できるはずないわとガンマは得意げでしたが、新年だからか教会にも人が溢れているようです。確かに神聖な場所ではありますし、このまま二人で行ってみませんか？主様、温かい甘酒はいかがですか？今日は肌寒いのでお体が冷えないか心配でして。私は主様と一緒にいるとむしろ顔が熱くて。今度ガーデンでタコ揚げ勝負をするんですが、私のタコの絵、主様が描いてくださいませんか？主様デザインのタコなら優勝間違いなしですから。イータはお正月でも研究のことばかりなんです。初詣に誘っても部屋にこもってばかりで、あの子に和服を着せられる日は遠そうですね。主様、お年玉の代わりといってはなんですが、今日一日主様のことを独り占めさせてください。そのダメですか？新年に一緒にいる関係ってなんだか親密な感じがしませんか？今年も順調な滑り出しですね。主様が教えてくださったお正月の遊び、七影でやると遊びじゃ済まなくなるんです。ほぼ戦いというか、みんな負けず嫌いなんですよね。
守りっていろいろ種類があるんですね。家内安全、無病息災、商売繁盛、それから欲張り。神様にはこれくらいやってもらわないと。和服って不思議な服ですよね。光の当たり方で印象が変わって主様の目に和服の私はどんな風に映っていますか？やっぱり神様にお参りした方が良いでしょうか。主様とこんなに素敵な新年を過ごせるなんて、新年早々運を使い果たしてしまった気がしますし今日は和服姿をたくさん褒められました。でもどうか勘違いなさらないでください。私が一番嬉しいのは主様の言葉ですから。この服に書かれている白い椿には申し分ない魅力という花言葉があるんです。主様を夢中にさせる魅力、今年こそ手に入れます。和服は構造が複雑で着るのが大変なんです。だからもし着崩れてしまったら、主様も直すのを手伝ってくださいね。慣れてしまえばこの服でも意外と動けるんですよ。今ではこの姿でピアノの演奏もできます正月リサイタルのお仕事もバッチリです。着付けは胸を押さえつけないといけない。つまり天然は和服で苦しくなるのね。なんでもありません。新しい年が始まってすぐに主様と二人きりで過ごせるなんて、今年は私を一番おそばに置いてくださいね。常日頃主様への感謝を忘れないことと新年の抱負にしたのはいいですが、それって去年までと何も変わらないんじゃ。主様、ゼータと二人こたつでゴロゴロしていましたよね。ゼータが羨ましい。でもあの子も普段忙しいし仕方ないですね。今年は二人でいろんなところへ行って美味しいものを食べてお店を回って主様とやりたいことたくさんあるんです。新年はやはりイベントが盛りだくさんですね。今夜は新年を祝う花火が打ち上がるとか、よろしければ主様の隣でご一緒しても。来年もこの景色を主様と見たいです。その時は私たちの関係性も変わっているかもなんてちょっと気が早すぎましたね。新しい年を迎えても主様を思う気持ちは去年から変わらず、いえこの一年でさらに募っていくのでしょうね。